ピアス開いてますか？はい、見て、見える？開けてるよ、開けてるよ。あ、聞こえますか？ねえ、あ、これ聞こえますか？この音。ピアスです。耳につけてるピアスがイヤホンに当たった音です。4つです。ピアスは見ての通り、右3つ左1つでもね、左にもう1個開ける予定。この間ピアスは買ったから軟骨開けてる。右に1個開けてたけどね、塞いじゃったからもう1回開ける。開けるとき配信してね。しないよ。なんで左右の個数一緒にしないん？調べてごらん。ピアスの数男女あるんだよ。耳たぶはそんな痛くない。いや痛いけど、軟骨がめちゃくちゃ痛い。下ピー開けたいけど反対された。下ピーは怖い。スクランパー開けたいわ。スクランパー牙見たくなるやつ、可愛いんだよ。スクランパー全く痛くないって聞いた。下ピーはおすすめで。いやもうマジで叶うのならね、もう人生で1回でいいから下ピーしてる人とチューしたい。もう今すぐとは言わないから、もう人生で1回でいいから1回下ピロをしてる人とチューしてみたい。これわかるでしょみんな。友達におらんの？うちの友達はね、いないね。だってアスミ周りの友達で一番ピアス開けてんのアスミやもん。恋を大にしていないけどすんごくしたい。ねわかるっしょ。リア友とか一人も開けてないからな。ピアス今全部で何個開いてるんすか？4つよ。4つ、右3つ左1つで、ピアッサー1個追加で買ったから左に1つ開けようかなと思ってる。でも左に1つ追加するんだったら右にもう1個追加したいよ。右を髪の毛を耳にかけることが多いから右耳にピアスを多くしたいので、左は基本かけないから左が少ないんだよね。ピアスさ産まないよ耳タブだったら。さすがに軟骨はニードルだけど。4つで一番多いってことは周り清掃すぎ。あーでもね、なんか多いよ清掃みたいなの。なんか一人だけリア友が割と遊んでる子だったんだけどピアス開けてなくて、開けてくれって頼まれて開けたことあるけどマジでいない。あすみ多分リア友に軟骨のピアス開けてる子一個一人もいない。みんな割とやんちゃだけど。ピアッサーはね1回しか使えない。1個1200円ぐらい。いや物によるな。900円とかもあるけど、なんかねピアッサーって物によってはさ、バチンってした後にさ、なんか引っかかって耳からピアッサーが取れないとかあるの。もうそれが1回やって怖すぎて、もうアスミは絶対的信用のある一つの同じ種類のピアッサーしか使ってない。引っかかるとめっちゃ痛いんよねピアッサー取れない時。だからもう絶対にもう大丈夫なピアッサーしか使ってない。ニードルは痛い。なんかもうピアスバチバチに開いてる友達欲しい。女の子いつでもなんかピアス開けるよみたいな、ピアスいいじゃんっていうピアスの友達が欲しい。何のピアス使ってんの？瞬間ピアッサーかな。アスミは白と黒の瞬間ピアッサーっていう縦長のやつ使ってる。ドンキホーテに売ってるよ。ピアスフェチな。ピアスフェチなのかな。なんか別にピアスフェチって思ったことないけど、ピアス開けてる人っていいよね。男の人も女の人もそうだけど、ピアス開けてる人めっちゃ好きなんよな。別に開けてなくても好きなんだけど、なんか見るのが好き。いいねーってなる。なんかピアス怖くて開けられなくてイヤリングにしてますって人でも全然いいと思うんだけど、こういいよね。まあ元々が自分地雷系の服好きだったっていうのもあるからさ、で派手髪だしって考えると、やっぱりそういうのを見るのが好きっていうのはある。リップピアス開けたらくしゃみしてキャッチ飛んでて。そんなことある？おもろすぎるやろ。めっちゃピアス開けてそう。へへーくしゃーんって飛んでくのおもろすぎるでしょ。耳たぶピアス開けた時血出てない。耳たぶは出なかった。軟骨はもう洗面器が真っ赤になった。血の海です。軟骨に関しては人に開けてもらった方がいい。軟骨あずみ結構さ一発でいけなくてさ、ちょっとなんか うようよしてグリグリしちゃうんだよ。だからさ余計血溢れてくるから、もう一発でスッてやってくれる人にやってもらった方がいい。本当は男性にはどんなピアスしててほしいですか？なんかちょっと長めのピアスしててほしい。似合ってればいいけど。いやなんかね結構ミーハーだから、なんか十字架とかのちょっと長めのタランってしてるピアスとかしてるのを見るのめっちゃ好き。男性はあずみ何型？星型。女子はどんなピアスしててほしい？女子はもう可愛いピアスしてください。もう可愛いピアスしてください。何でも可愛いのつけてくれてたら好き。僕はノア先輩。ノア先輩はね、そうだな、ノア先輩はなんかこうなんて言うんだろう、まあ、ノア先輩もねいいね。ノア先輩ピアスいつでも開けてあげるよ。ノア先輩はなんかこう耳になんかこうついてるやつよりかはちょっと小さいのタランってしててほしいかな。どちらかっていうとこのアスミのこの今右についてるこういうさ、ストーンタイプのピアスじゃなくて普通にちょっと装飾っぽいなんかワンポイント入ってるみたいなピアスしてた方が似合うと思うな。アスミはへーねー、超考えて真剣に答えたのに。
ノア先輩、今度ピアス買いに行こう。ねえねえ、アクセサリー買いに行きましょうよ。ノア先輩、服見に行こう。ねえ絶対開けないじゃん。開けてんの、ノア先輩って。耳見たことなかったわ。うわ、ピアス開けたい。開けようかな。でも、あ、でも自分で耳たぶ開けたことないんだよな。この間開けたくて買ってきちゃって、ずっと置いてあるから開けようかな、試しに。パンって。へそピ開けてください。へそピは怖い。へそピだって開けても見てくんないじゃん。ねえ、君の要望に沿ってへそピ開けても見てくんないじゃん。ねえ、ちょっとへそピは怖いわ。十字架ピアスって女子も男子もいい。男の子っぽいのと女の子っぽいので十字架のピアスあるからいいと思うよ。今はネイルしてない。 FPS やるのに邪魔だから。なんかどっか出かける時の前日にやるけど、今は特に誰かに会う予定もないし、やる時邪魔だから今はしてない。いやでもね、普通に怖いからいいんだよ。開けたくない人は開けなくていいよ。ピアス開けてなくてもおしゃれだったらいいよ。なんでも服装に気を使ってくれてたらいい。そんな怖がってまで無理して開ける必要ない。その分私が開ける。誰かが開けなかった分私が開ける。怖くて開けられないよアシュミ。分かった、お前の分まで私が開けるっつって開けとく。だからみんなの分背負ってアシュミが耳穴だらけになったらごめんね。視聴者2000人分。はぁ、2000人全員ビビってんの。開けろよ。なんでだよ。スプリットターン知ってる？あれでしょ、ベロが真っ二つのやつでしょ。でも友達にさ、めちゃめちゃね、男の子にめっちゃピアス開けてそうなモノクロコーデしてる友達がおって、絶対ピアス開けてるでしょって言った時に、いや俺怖くて開けてないんだよねって言われたことが一回人生であって。え、そんなに開けてそうな見た目してて開けてないのって言ったことある。なんかもうリングも指に 2,3 個はめててさ、もうネックレスしてて、もうジャラジャラなのよ。え、もう絶対開けてるやろって思ってた人がいて、ピアス何個開けてるんって、もう開けてる前提で聞いたら、いや怖いから開けれないって言って、そんなに決めてんのに開けてないんかってなったことある。その人好きになった？ちょろすぎやろ。全然マジで人好きになんない。休みでもピアス開けなくてもいいけど、開けた方がデザイン可愛いのいっぱいあるよってだけ。今まで会った部位の人で印象残ってる人いますか？みんな印象的やね。みんな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 そのまんまって感じ。イヤリング落ちるからガチで面倒い。いやそうなんよ気づいたら片耳からなくなってるとかあるから。アスミもあったわ、学生の時。開ける前、アスミ初めてのピアス高2で開けたけど、でも学校めっちゃ厳しいから。アスミ高校生の時ボブだったから隠してたもんね。ピアス可愛いデザインないかな、女の子向けのブランドで。もうビビアンしかつけてないよ。もうリスナーさんがくれたピアス一生つけてる。ビビアン水泳の時へそピがバレないか心配。え、でも女の子お腹隠してるでしょ、へそピバレるん？へそピアスとかロンガイの年代。時の流れってあるよね。自分が高校生ぐらいの時のおしゃれ度、今の中学生でもうめちゃめちゃおしゃれみたいな。自分たちが高校生ぐらいの時に培ったおしゃれを今の中学生平然とできる人とかめっちゃいるし、世代の流れを感じる。